はい、りょうぴろぐへようこそ。どうもりょうです、今日はですね、ちょっと内装の方今、きれいきれいしてます。ちょっとあまりにもすごすぎてね、たまげるぐらいにね、シミです。で、買ってきました、車内&布シートクリーナーということで、400円かなです。まあ今これ使ってちょこちょこやってたんだけどね、やっぱ効果は強いね。まあ市販のものとはいえ、まあ、ほんとちょこっとやるぐらいだったらね、こういうの一本持ってたのがいいかなっていうので、まあ前も使ってたんだけどね、たまたま寄ったら安いのあったんで買ってきました。見えっかな、まあ落ちたね。まあちょっとね、乾かしてる間に他やります。まあ乾いたらね、また取るんで。よいしょ、はい、ドン。どうしたい。まあまだ湿ってっからあれか。まあ、だいぶ落ちたよね。てか周りが汚いな今度。全部やるか。いかがでしょう。あ、だいぶ綺麗になった。よろしいんじゃないですか。はい、ということで、シートクリーニングの動画でした。まあここまで切れなければちょっとで、まあ、本革だったりには使えないんで、本革の場合は本革クリーナーを使ってください。まあ300円でここまで綺麗になればいいんじゃね。なんかね、チャイルドシートなんかにも使えるみたいなので、お子さんいる家庭はぜひ。結構子供汚すんだよね、車内ね。まあそんなのもこれで綺麗になるんで、まあ1本あれば車内全部綺麗になると思います。ダッシュボードなんかにも使えるみたいなんで、まあ、こんな商品もね、市販でいっぱい出てるんで、ぜひね、車内クリーニングやってみてください。